西木川鉄道株式会社は山口県で西木川清流線を運営している山口県や岩国市などが出資する第三セクター方式の鉄道会社である国鉄特定地方交通線の岩比線を転換した西木川清流線の運営のほか関連事業として旅行業岩国市西木町総合支所からの委託で 路線バスの運行、岩国市西木町でのレンタサイクル事業、JR 岩国駅東口の管理住宅業務など、幅広く展開している。また特筆すべき事業として、国鉄時代に岩比北線として建設されていた、西木町日原間のうち、完成していた西木町総津京温泉間の路盤を有効活用した、ゴムタイヤ遊覧車、とことことレインの運行が挙げられる。 この未成線活用策に対しては2004年10月に国土交通省から地域活性化への貢献部門で日本鉄道省を受賞している。なおゴムタイヤ遊覧車としては片道運行距離は日本一。また赤、青、黄、緑、白、桃の6色の蛍光石を使用した光るトンネル壁画の連続距離も620メートルで日本一である。 総津峡温泉から先、六日市まで路盤が完成しているが、今のところ六日市までの延長予定はない。本業たる鉄道事業では、開業から一度も営業黒字を形状していないものの、地元住民及び自治体のマイレール意識が高いことに、加え、前述のように、 鉄道運行業務以外での収入が占める割合も高いこと、そして1998年に並行する中国 JR バスが撤退したことにより、収支も当初より改善し、公的補助を加えると、会社全体としての経営には特段の問題点もなく、今のところ損賠問題とは無縁である。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 大人片道遊覧料金2019年10月30日現在ありがとうございます。